はい、ちょっと飽きたんで円筒に変えました。キメラ 1.2 ですね。キメラ 1.2 で、あの真ん中の噴水の右横に投げるともうドバドバ表層で出てきますね。表層ですね、この時間はまだ。はい、ちょっとネットを置いてきたんでリリーサーでいきます。タイプ S ですね、今度は。キメラ 1.2 のタイプ S。あ、これでかいっすね。ちょっとネット行きましょうか。タイプ S がちょうどいいっすね。飛距離もいいし、フォールスピードも多分バッチリなんでしょうね。って言っても全部表層の巻きフォールですね。表層でもガンガンついてきて、巻きフォール始めたらガツみたいな。これは今日の中では大きい。やっぱ角度ですね。噴水通すのも、こう私がタックルボックスを置いてるとこから通してもあんまりダメなんですけど、そっから投げると、もう一等数バイトですね。一等数バイトどこじゃないですね。もう10バイト以上あるんじゃないですかね、釣らなければ。はいよ。タイプ S ですね。めっちゃ釣れますね、これ。タイプ S ぴったりですね、多分今のこの状況に。すげえな。入れ食いっすよ。おかしいな。テストじゃなくなってきちゃったな、これ。めっちゃ釣れますね、これ。やばいな。ドンピシャですね、これ、ドンピシャ。おいよ。超楽しいよ、これ。やばいっすね、これ。こんなにはまるんだ。なんだ、これ、入れ食いだぞ。嘘だろ。本当に入れ食いっすね。ちょっとこっちにタックルボックス持ってきました。これベスポジですね、ベスポジ。いや、本当によく釣れるわ。よいしょ。止まらない。朝霞ガーデンが止まらない。かなり後ろから投げてます。はい。まあ、あんまり大きいのは釣れない。これでも結構いいサイズですね。はい。みんな集まってきちゃったよ。ちょっと好きなところに投げれなくなってきちゃいました。まあ、これ見たら集まってくるよな。フライの人とかもみんな来ちゃいましたね。ちょっと投げれるとこは制約されてきましたけど、まだ大丈夫。よいしょ。これはすげえ。フックが伸ばされましたね。珍しいな。そんなでかくなかったんだけどな。フック伸びちゃったんだろう。よいしょ。もう釣れすぎどこじゃないっすね、これ。旗から見てたらおかしいでしょ、この釣れっぷりは。やめようかな、もう。異常に釣れますよ。もう簡単に釣れますよね。フッキングミス してもバンバン食ってくるんですよ。こんなタイプ S でね、決して軽くないんですけどね、よくこんな食ってくんな。
ちょっとタイプ S の在庫がなくなっちゃったんで、ボトムキラーの 0.4 に変えました。カラーは同じですね。いや、釣れすぎだ、これ。太陽が出てきて暑いんで、そろそろ帰ります。はい、今度は NST の 1.8 ですね。ちょっと在庫が危うくなってきたので、はい。これでも釣れますね。同じカラーなんですよね。ずっとちょっとテスト中のカラーなんで、このカラーだけ異常に反応するんですよね。どういうことなのかな、本当。